こんにちは、神戸のヘアサロンカーメラの小田さです。今日は簡単なシニオンアレンジを絹女のストレートアイロンを使ってご紹介していきたいと思います。まず最初に、顔周りの毛を避けておきます。だいたい前髪から、少し横に行った部分から髪を分け取ってください。で、その後に耳の後ろを目安にお顔周りの毛を分け取ります。で、その毛をまた縦に2つに割ります。割ったお顔周りの毛を後ろに向かってねじっていきます。で、半分より少しねじれたら後ろでタッカールで留めます。で、反対側も同じように繰り返していきます。で、こちらも同じようにツイストができたら、右側の、小指と薬指でこの毛束を持ちます。で、左手でこちらのさっき作ったツイストを持ち、開いた親指と人差し指でクリップを外します。で、使ったクリップは頭につけてそのまま一つにゴムで結びます。ここにクリップをつけることで下の髪をゴムと一緒に結ばないようにすることができます。で、少しだけ、ツイストした髪をゴムを持ちながら緩めていきます。それから、今ツイストした毛と残りの毛をざっくりでいいので髪を2つに分けます。半分に分けた毛を2つに分けます。これも外側の毛を内に入れながら斜め上に向かってツイストしてください。で、これもツイストができたら先ほど作ったこのところに上から通してください。で、しっかりと引っ張り上げて左手で今ツイストした毛をしっかりと押さえます。押さえたところをピンで上から一緒に挟んで止めます。するとしっかりと止まってくれます。で、今ツイストしてきた毛をまた一緒にまとめて、その毛を2つに分けて今度は、左斜め上に向かってツイストしていきます。で、こちらも毛先近くまでツイストすることができたら先ほどと同じように、ツイストした毛の間にこの毛を通していきます。で、しっかりとピンで留める前は引っ張り上げて、また上から下に向かってピンを留めます。で、余った髪はもう一度同じように先ほど来た方向と逆に向かって留めてください。で、こういう少し出てしまった毛とかは少し小さめのスモールピンを使って留めます。ピンが止まったら、あとは、元のピンを押さえながら少しずつ髪を引き出してルーズ感を出していきます。トップの方も根元のピンをしっかり押さえて引っ張り上げていきます。そして最後に顔周りの毛をストレートアイロンを使って巻いていきます。先ほど避けておいた髪を2つに分けます。で、後ろ側の毛を外羽に巻きます。で、お顔周りの毛は一度軽く内に巻いた後に最後に外羽にしていきます。反対側も同じように後ろ側の髪は外羽に、で、顔周りの毛は少し内巻きにした後に外羽で、前髪にも軽くアイロンを通して、そしてオイルなどをつけます。少し髪を引っ張りながらつけてあげると自然な感じに仕上がります。で、余ったものを最後前髪につけてあげるとベタッとつけすぎないのでちょうどいいと思います。で、完成です。